こんにちは、南雲時計店です。今日もブログの YouTuber をお届けしたいと思います。今回は僕はクロノグラフのお話をするんですけども、いい時計が欲しいっていう人、そういう人がこう時々うちに見えて、けど何がいいっていう まだ決まってないよっていう人がいるんですね。で、僕は一番最初にダイバーズウォッチを買いました。で、2番目に手巻き時計を買いました。で、3番目に僕はクロノグラフを買いました。ですので今日はちょっとクロノグラフのお話をしようと思うんですけども、僕が初めて買ったクロノグラフは、ヘルムート・ジンがデザインしたギナーンという腕時計のクロノグラフでした。で、クロノグラフは今までね、見づらい感じがしてて買うことはなかったんですけども、ジンさんのデザインで非常にこう見やすかったんで、それで、ギナーンのクロノグラフを買ってみました。それからはもうクロノグラフ使ってる方が多いですね。やっぱり、ストップウォッチを使うことはないんですけども、やっぱりかっこいい。なんだかんだ言ってもやっぱりかっこいいんですよ。理屈抜きでクロノグラフかっこいいですから、ぜひ考えてみてください。